はい、皆様こんにちは、木下プロデュースでございます。本日もですね、飛行機に乗って旅行することになりましたけども、まずはラウンジですね。桜ラウンジに寄って、まずはね、少しゆっくりしていきたいと思います。今日ねお送りする動画がですね、10月22日に羽田からね新千歳空港に行った模様と、10月23日にですね新千歳空港から羽田空港に戻ってきたというような動画になります。この日のラウンジはね非常に空いてましたね。まあ、時間帯によりますよね。なんていうんですかね、本当に朝一便6時半ぐらいとかね、それぐらいのね時刻のラウンジだったりするとね、結構混雑してて座るところがねなかったりするようなこともありますんで、まあこれね時間帯にね寄ったりするんじゃないかなと思いましたけども、この10月22日の朝はですね、そんなに混んではいなかったですね。なのでお気に入りの窓側を確保することができました。まだまだねこの日は10月の、まあ、20日過ぎとはいえね、結構ね歩いてくると暑かったんでね、アイスコーヒーなんか飲んでますね。はい、やっぱりね窓側ですよね。窓側で飛行機の写真を撮ったりとかですね、あとはタブレットに今日乗る搭乗メモというんですかね、フライトメモなんかのね記事を最初に入力しておいたりねする時間になりますね。はい、一式ねとりあえず出して、スマホとカメラ出して、今カメラ出ましたけども、まあ、Z50 とね1650のレンズですけども、で写真を撮って、ここでお茶をすると。でね、時間になりましたんで搭乗ゲートへ向かっております。これねちょうど正面がね、まあ何て言うんですか、もっとグレードの高い人がね、検査するところになりますね。はい、またガチャですね。ここに来る前に制限エリアの外でもね試してみたんですけども、諦めきれずにですねクラス G を狙ってみました。まあもしかしたらねキャンセルが出てるかもしれませんからね。ただ見たところ、やはり今 J は空いてるんだけども、窓際がないので外れということで、おとなしくエコノミーで乗っていくことになりました。はい、15番ゲートからね飛行機に乗ることになりましたけども、今日の飛行機はA359 で、13XJ ですね、13XJ。 13番機はね今回初めて乗りましたね。はい、まあ、16番機ね全て乗りたいと思ってますので、初めて乗るとカウントアップされるんでね、非常に嬉しかったですね。まあ、初めて乗る13番機ですけども、中身のね仕組みはね普通の A359 と変わんないんですけどね、やっぱり初めてって嬉しいですよね。でね、これこの先に自分が 47H で、ね、後方のね窓際を取ってるんですけども、ちょっと見えるんですけども、ね先客の方が C 席にいるんですね。はい、あちょっとそこなんですよっていうような、ね、形で座るんですけどね、これねシートアラートをここで確認すると、 B 席がねバッテンついてたんですよね。でこれね、その B 席バッテンついてたのは自分のサファイアの力ではなくて、今映った方がダイヤモンドがプレミアなんですよね。自分より先に乗ってるんで、多分グループ1で、多分その方の力で B 席はバツになってるんですよね。要は何て言うんですかね、確保されてるというか、取らせないようにしてるっていうね配慮なんですよね。もちろん満席の場合はねそうはいかないんですけどね、はい、自分もそうなりたいですよね。はい、7時50分にシーカー走路からですねテイクオフいたしました。滑走路から、まあ、テイクオフすると、まあ、自然と見えてくるのがね、京浜島翼公園
それから、右に旋回いたしますので、城南島海浜公園の、ね、上空を通過して、都心を、ね、北上していくような形になりますね。北行きはこのルートですよね。で、スカイツリーの、ね、上空なんかを、ね、通過していくんですけども、西行きの福岡なんかに行く便もね、こうやって、北回りの場合はスカイツリーなんかをかすめてね、西に向かったりすることなんかもありますね。これね、クロスのシーンなんですよね。多分ね、岩手県の上空だと思うんですけどね、東側から西側にね、自分の飛行機と、ね、クロスするシーンを、ね、映像で捉えることができました。で、次はね、今度は新千歳空港から離陸する飛行機と、今度スライドですね、はい。こちらはね、着陸なんで、向こうがスライドで、離陸なんでね、こういう形で、ね、スライドすることなんかができますね。で、あっという間に、ね、北海道を着きましたね。これ今回はですね、海から陸に、入って、陸からまた海に向けてのアプローチなんですね、はい。ちょうど今ね、スピードブレーキ出て大きく旋回しているところで、ダイナミックな、ね、シーンですよね。もう一面この畑、大地っていうのが、ね、北海道らしいシーンですよね。それで陸側から今度は、ね、海にかけて最終着陸体制ということで、今回はワンナイナーレフトですかね、着陸いたしました。今回はですね、この22日と23日の1泊2日のね、ちょっと弾丸旅行になってしまいますので、一応ね、キャリアを、ね、引いてきました。ですので手荷物は、ね、忘れずに取りに行かなくてはいけないんですけども、サファイアになってから初めて手荷物を持って飛行機に乗るので、どれぐらいの、ね、時間で出てくるのかなってちょっと気にはなってたんですけど、それなりに早かったような気がします。はい、これ次のシーンで出てくるんですけども、はい、この荷物ですね、はい、これ自分の荷物なので、多分ね、早かったんだと思いますね。普通のノーマルの方に比べれば、やっぱり、早いんだと思いますね。こういう形でプライオリティのね、タグがついてるので、これを目印に、扱いが変わるんじゃないかな、なんて思いますけども、これが多分もっと、ダイヤモンドとか、プレミアとか、ファーストクラスの方はもっともっとね、もう1番目ぐらいに、ね、出てくるような感じなんだと思います。はい、2日間の、ね、旅が、ね、終わって帰りの便になります。帰りも、ね、もちろん、ね、余裕を持って空港に到着できたので、桜ラウンジに寄ってみたいと思います。帰りはね、19時の、524便に乗りますので、
多分この時間は何時ぐらいですかね、まあ、6時前ぐらいにはね到着したのかなというふうに思いますけどもね、まあ、やっぱりねあのラウンジが利用できるということはですね、まあ、ちょっとね、まあ、ゆったりしたいので早めに空港着いて、お茶でも飲んで過ごしたいかなと。まあね、この時もですね、まあ、窓際を確保ですね。もうね19時ぐらいになるとまだまだねあの東京行きの便なんてまだまだあるんですけども、人はねすごい空いてましたね。ガラガラっていうぐらい空いてましたね。あの混む時はね本当に日中なんかは混んでるんですけども、この時間ねご覧の通りね空いてましたね。あとねラウンジがねすごい寒かったんですよね。なのでまあ北海道なんでね、あの東京に比べればもちろん全然涼しいんですけども、なぜかラウンジはねなんかエアコン入ってたわけではないと思うんだけども、すごい寒かったんでホットのカフェラテにしましたね。はい、18時40分過ぎぐらいですかね。帰りの飛行機は、524便で、772ですね。JA701J に乗ることになりました。まあ、今あのトリプルは国内線のやつは全部ね旧国際線仕様のね機体になっておりますので、こちらもですね、かつてはですねあの国際線仕様だった機体が、国内線に回されているようなね感じになっております。もうね時間はね、まあ、こういう形で真っ暗なんでねほとんどもう映ってませんね。あもうね機内のね、なんていうの照明も暗くはしてもらってるんですけどもね、まあ反射でなかなかね映っていなかったですね。はい、で19時13分にランウェイワンナイナーレフトテイクオフということで、若干ね小雨降ってましたね。もう北海道地方もまあ、朝夕はねやっぱりまあ寒いっちゃ寒いんですけど、まあ、一応ね薄手のジャンパーなんか持ってきましたけども、まあ、そこまでねあの着込むことはなかったかなと思いますね。あのもちろん車での移動がほとんどだったんで、まあ、外をね歩くような活動であればジャンパー着たんでしょうけども、まあ、車止めてちょっとコンビニとか道の駅とか行くくらいとかであれば、まあ、全然普通に長袖のシャツで十分でしたね。さすがにですね、まあ、半袖着てない、着てる子も、着てる子っていうかね、子供で半袖着てる人もね、1日目だったからいましたけども、まあ、ほとんど長袖ですよね。はい、でね、あっという間に羽田空港に到着いたしました。ね、20時36分ですね、スリーフォーラーライトということで、シーカス航路ですね、到着です。やっぱりね、羽田ぐらいになるとね、まあ、こういう形で明かりがあるんでね、まあ、ちゃんとね、動画が映るんですけどもね、ちょっとね、やっぱり、ね、暗いとね、カメラきついですよね。でね、この日のこの701便の772はね、マジック3だったかな、機内エンターテインメントで麻雀をやったんですよね。それで、機内の人たちとね、麻雀できるんですけども、まあ、何人ぐらいだろう、まあ、何パーティーかあってね、皆さんが麻雀楽しみましたね。まあ、自分麻雀全然強くないので負けっぱなしでしたけど、あ、こういう過ごし方もね、あるんだなと思いました。これで後期のシーンですけども、一応ねエコノミーにもねこれで全席にディスプレイがついているような装備になっています。まあ、エンターテインメントの、ね、内容はねもしかしたら A359 とか788に比べるとね若干古いんじゃないかななんて思います。で忘れずにね手荷物を受け取りにね向かってますけどもね、いつもねバックパック1個だとね、
どうしてもね、こう素通りするエリアになってしまいますので、今日はね、忘れずにキャリーをね、引き取りに向かっております。で、手荷物をね、羽田で出てくるのもどれぐらい早いのかね、遅いのかね、ちょっとね、録画したつもりだったんですけどね、レックボタンを押してなかったっていうオチがありますので、全然撮れてなかったんですよね。なのでね、まあこの先で映像が止まってしまうんですけどもね、はい、2日間のね、北海道旅行ね、すごい楽しかったですね。はい、ドライブもね、できましたんで、短いですけどもね、まあそれなりに楽しめました。はい、これがね、第10弾のフライトレポートになりますけども、303便と524便、羽田千歳間、1532FOP ですね。まあ単価がね、やっぱり千歳線は高いですよね。まあ2桁いってしまう感じですね。まあ、安くてもね、本当に 11.2 とか、帰りの便になると 15.2 とかになりますのでね。で、残すプレミアまではですね、6828と。で、これ10月23日に乗ってますので、まあ、翌週の29日はですね、プレミア達成する予定となっております。はい、本日もね、ご視聴いただきありがとうございました。